なんかお忙しい中、貴重なお時間を私たちのために割いてくださいまして、本当にありがとうございます。どうぞ。私たちは普段は、宮城県、京都、滋賀県、東京、大阪、京都とそれぞれ別々にそこで暮らしています。初めから6人で計画してどうぞお金ください旅をしようとは思っていたわけではありません。それぞれがそれぞれの場所でいろいろごちゃごちゃやってるうちに、石垣行くのとか仲間に入れてとつながって6人のメンバーになりました。石垣に来るのが初めての人もいれば2回目、3回目の人、3年間石垣に住んでいた人もいます。私たちに共通していることがあるとすれば、石垣が琉球湖の島々が驚くほどの速さで自衛隊基地を拡張やミサイル基地拡張に直面しているということをとても大和の住民として申し訳なさと痛みを持っているというところかもしれません。そこでその日ささやかな暮らしを営むお一人お一人のことを思います。不信や分断の矢面に立たされているのは民であること、指示を飛ばすだけの為政者は今も昔も民の命などを一個だにしていないということです。今回お持ちした寄せ書きは20枚ございますが、小さな子どもたちから89歳のかつて震災孤児だったご老人まで、それこそお一人お一人の平和の願いが詰まっています。ここにおられる寄せ書きの声かけを中心にしてくださった大阪の堀越由美子さんの言葉を借りてお伝えします。心ある無数の人たちの代理できました。すまねえ、申し訳ねえ、ごめんなさいの気持ちを根底に持ちつつ、共に未来を創造する祈りを担いだ運び屋さんが私たちです。たった3泊4日の短い旅ですけれども、一日一日この時を大切にして、そしてそれぞれの場にまた戻った時に、寄せ書きをしてくださった方たちに石垣のこと、節子さんのこと、たくさんの皆さんのことをできるだけお伝えしたいと思っています。よろしくお願いします。すまない、申し訳ないって言ってました。この問題は単に石垣島だけじゃない、沖縄だけじゃない、日本全国だけじゃない、ひいては東アジア全域が危機に今さらされていると思うんですね。その問題の元凶みたいなところに、私たちはアメリカという列強国があると捉えています。中東からね、中東を引き上げて今度矛先を南西諸島、中国とかいろいろ、ソ連が崩壊した時、1990年頃ですね。その時のアメリカは新たな戦略構想を10年刻んで立てていくわけですね。でそれがジョイントビジョンという名のもとに、ジョイントビジョン2040までそのビジョンを掲げてきて、ジョイントって何をもってジョイントかというと、太平洋圏域に駐在している、配備されている米軍の
軍隊、陸海空軍、それからマリーン、いわゆる海兵隊ですね、あの元安倍首相が喉から 手が出るぐらい日本にも導入したかった海兵隊とかね、そういう4つの部隊を統合させて兵力を、戦力を強化し、殺傷力を強めて、常にその10万規模の兵員をアジア太平洋に駐在させて、あの向こう100年に及んで占拠していくっていうジョイントビジョンになっております。それが2020年終わらないうちにトランプの時代に彼は新たな部隊を作っていくんですね、宇宙部隊という。日本は2022年に立ち上げる予定してたんですけれど、2019年にトランプが立ち上げたんで、それに準じて日本も大急ぎで宇宙部隊作っちゃった、人事も配置しちゃった。もうこの石垣島にも宇宙部隊用の土地確保されて測量済みです。すでに皆さんが昨日降り立たれた空港の滑走路の北側にカラダケっていう丘がありますけれども、その前後に北側には宇宙部隊の空間を確保しています。南側っていうのはそのカラダケと滑走路の北端の間にある、そこはヘリ部隊というふうにして、陸地だけじゃなくて、私は陸地はもう3月の中旬にオープンの予定してますけれども、それが進んだら次は海事が来る。海事はこの前に人工アイランドを、この人工島は米軍が先に、復帰前の1941年の頃に手がけて、復帰までこう進めてくるんですね。で、復帰の時点に米軍から日本政府に関する、その後はもう日本政府が着々と人工アイランドを完成させたり、この辺の町に埋め立てて、旧来の市街地っていうのは東の方からこの城、大川で城から4つの集落で石垣市の中心が形成してますけれども、その海側、南側もね、山の方は北で、海の方は南で、で、東に、ここの人はね、右とか左とかも使わない。まあ、若い人はそうになってると思う。私なんかの年代以上はね、東か西かなんて。だから外来のお客さんがね、見えたらね、今日私がドライバーの方に東に行って西に行ってたら、もうキョトンとしますよね。左右って言わないとね。でも、お年寄りたちは東です、西ですって言うんです。ハワイの人たちと同じで。でもハワイの人たちは具体的です。山側とか海側とかって言ってね。だからすぐ分かりやすいけれど、初めてのところに行って東に西がとか。まあ、ちょっとそれましたけど、そういうことで、私は今日は皆さん戦争のこととか沖縄戦とかいろいろお尋ねになるんですけれど、太平洋戦争 の終焉のところまでで話は、終わることが多いんですけれど、その後ね、日本復帰の時点まで軍事のインフラに絡んで、じゃあ沖縄本島では、宮古群島では、八重山群島でどういうことがあったかっていうのを、ハードな面を自分なりに追っかけてきました。というのは、私1978年に始まったシラフの海を守る戦いというのがありまして、海に住んでて20年ぐらい関わっていましたので、その運動の中でいろいろ考えさせられたり学んだりさせられたのが多くありましたね。で、自分の過去の拭いされないものすごい罪多いことを私過去にやってきてて、今こうやって皆さんの前でお話ししたり、あるいは反対運動とか平和運動とかにね、大声を張り上げて叫んで
きりじゃないんです。これからご覧に入れるのは私が直接関わってきた、それこそ米軍がこの島の軍事化を、目的に総合的な軍事地質調査っていうのを入れるんですね。それが1955年からに遡るんです。パラパラと、これはね、地元の新聞を私の切り抜きですけれど、後で皆さんと回してくださいね。1954年の5月に遡って、米民政府、あの頃復帰前は沖縄にあるアメリカの民政府とね、琉球政府があるわけですよね。だから琉球政府の上にアメリカがあるわけですから、何でもアメリカのね、なりにされてた経緯があって、西表島と石垣島に商用空港を作る必要があるから、それができたら周辺集落の人たちは自力者になるんで、必要な土地を無償で提供するように義務付けなさいという通達をね、米民政府から琉球政府、琉球政府から地元に来たんですね。あの時代、石垣島は2つに行政区分されてて、片や西側は石垣市、東側は大浜町というふうに分けられていました。で、大浜町議にこの文書が送られてくるんですね。で、議会でたまたまこの文書の中に白浜の近くにその